空襲警報といって、あのサイレン鳴るときはそれなりに隠れなさいということでですね、防空壕やあのあれガマとかに一時避難するわけですよ。防空壕はもう自分たちで掘った。いや、ここはですね、自然壕が多くてね、その自然ガマの方に一時避難していましたね。家からガマまでどのぐらい距離だったんですか。まあところにもよりますけども、だいたい200メーター以内じゃないですかね。近くもないですね。近い方ですか。近いところもあるし、遠くにちょっと200メーター離れたところにもあるし、隣近所にないところもあるわけですね。山が、みんながみんなあるわけじゃないですから。で、200メートル先にあるっていうのはまだ恵まれてた方だったんですかね。まあみんながみんなそのガマにいるわけでもないし、あとはお家にいておく人もいるわけですね。そのまま、あ、逃げないで。逃げないで。これは例えば高齢者の方とかが、まあ私はいいよみたいな感じになる。まあです。まあ大体年寄りの方はね、まあ当時はもう死んでもいいよというようなことじゃなかったですかね、お家にいるというのは。これ今みたいに一人暮らしの高齢者の方って少なかったと思うんですけど、当時はそんなには一人暮らしはいらっしゃらなかったと思います。でもあのやっぱり足腰の弱い老人たちは避難に行かないんですよ。お家にいて避難までがしんどいって感じなんですかね。うん、まあそうでしょうね。それで、まあ、その高齢者の方のご家族なんか、家族はもう行って母国に行って、ばあさん、じいさん、ばあさんじゃ残るわけですよ。ああ、うん、お家に一緒に連れていくわけでもなく、うん、もうそのまま歩ける人だけ行って、まあ一緒に連れていく家庭もありますけども、残る老人もいらっしゃるわけですね。ああ、結構サイレンって頻繁になってました。はい、頻繁に1日何回もなってたんですか。ああ、何回もなりましたね。ああ、だからもう毎回行ってられなくなったんですか。いや、もうもうあれですよ、しんどいですよね、年寄りは。はい、ですからもういいよ、お家に行っておきなさいというような。ああ。戦争って今考えると軍人たちがやるみたいな感覚ですけども、はい、この沖縄戦はもう軍人とかそんなもんない。もう片っ端からね、片っ端からですよ、爆弾も飛行機から非常機もですね、もう片っ端からバラバラと巻くんですよね。ですから民間人がほとんど亡くなったというのは、もうアメリカ何も考えない、全部殺してやろうというふうな考え方だったと思いますよ。民間人って分かってても、いや、分からないと思いますよ。でも集落というのはほとんど住民が住んでいますよね。はい、基地じゃないですから、はい、それは当然分かっていると思うんですけどね。それでもなんか落としていたり、でも爆弾とか非常機も やってくれるんだから、もういても立ってもおれないような状況。うん、一番、まあ、初めてこの自分が住んでる地域に爆弾とかを落とされたりした時っていう時の衝撃とかって覚えてます？はい、あ、大変です。あれはですね、爆弾落とされると耳がですね、もうすごく痛いんですよ。その爆弾の音で爆風ですよ、爆風で、爆風が来るんですよ。離れておっても、うん、ですからその時はですね、耳をふざかないとね、大変である。これは音も大きいし、音も大きいし、爆風がブーンと来るんですよ。風が、爆風ってどんな感じで来るんですか。もう塊みたいに来るんですか。いや、もうなんかよくわからんけど、もう耳にバーンと来るわけですからね。その時いっぺんにこう徐々にこう来るわけですよ。ボーンと来るわけです。なんか空気の塊みたいな。塊みたいな。そのガマの中にいてもですね、そのガマによって、ガマの入り口の方に爆弾が落ちると、遠く離れておっても、はい、そこまで来るんですよ。
船体大体そうですね300メーターぐらいまではすごいですよ。で300メートル先まで来るっていう。来る。僕はすごいですよ。もう耳塞がないとね。これ吹っ飛ばされる人もいるわけですよね。はい。近くにいたらやっぱり吹っ飛ばされるんですよね。ああ飛ばされますよ、うん。飛ばされますよ。どのぐらいの頻度で爆弾と落ちてきたんですか。いやー。例えば250キロですと250キロプールを作るみたい。一発で一発でプールを作るぐらい。250キロの爆弾のことですか。だとするとですよ。この辺に落ちたのはそんなに大きくはなかったんですけども、向こうの製糖工場があったんですけども、はい、向こうに落ちたのは250キロと言っていましたから、もうその落ちたところはねプールの大きさになっていました。もう学校のプールぐらいの、うん、25メートルプールぐらいの大きさ。もうすごくね池になってね吹っ飛ばされて、土も全部吹っ飛ばされて、うん、まあ、こう丸い池になっている。こういうのがどんぐらい続いたんですか。従属空襲以降もうずっとですよ。終戦まであの3月のそうですね、もう3月の3月の24、5日からはですね、はい、あの上陸前で艦砲射撃、船からね、艦砲射撃というのは船から落ちる砲弾ですね、はい、もう船からもういっぱい来るんですよ、砲弾が、艦砲がね。もうところ構わず、艦砲射撃。その間も空襲も来るんですよね。その間は飛行機からですね。あの19年の末頃からもうずっと空襲ですね、うん、この終戦まで空襲は続くし、はい、上陸間際になってきたら3月まではもうずっと空襲。3月で空襲は終わったんですか。3月24、5日から艦砲射撃が始まって4月1日に上陸したわけですから、その上陸するまでは艦砲射撃でやる。ああ、そっか。米兵がいるところに空襲したら危ないからって、はい、はい。で、それもそれはもうあまり飛行機は飛ばなかったかな。ああ。艦砲射撃だけ で3月までは空襲。はい。いや、2月いっぱいだ。2月いっぱい。もう3月から、あ、3月の、そんな20日頃までかな。3月下旬まで空襲続いて、はい、それからは艦砲射撃。それからは艦砲射撃。もう上陸するための準備だったと思いますね、今考えてみると。ダメージ与えてから上陸。はいはいはい、はい。で、その上陸手前までは飛行機でね、空襲をして、であのもう艦砲射撃に入ると、もう上陸の段取りじゃなかったかなと思いますね。うん、で、あの食べ物はですね、あの火は燃やせないですから、煙が出て、空襲に遭うとかあるもんですから、はい、あの大体戦争食はあの湯ぬく発達粉ってあるでしょ、あのこんなね、お湯でこう。で、こっちを調べていますね、貼っていこう。ないかな。あれはですね、もうあの事前に準備して、各家庭大体準備してあったんですよ。あの、避難食ですね。あ、じゃあ、あれは水混ぜて、もうすぐ食べられますから。火燃やさないで。あ、じゃあ調合していいんですね、粉を。いや、水で混ぜるわけですよ。あ、粉は一種類ですか。はい、あのお湯が美味しいんですけども、もうあの火は燃やせないですから、はい、水だけで。あ、じゃあ粉だけ事前に準備して、はい、夜食べるときにはもうその辺の川の水とか甘水とかを混ぜて。いや、もうそれだけ。粉だけ。はい、水で混ぜてね。あ、もうあのないですよ、それ以外のは。もうそれ以外の食べ物ないから。水を加えることだけがもう料理ってことなんですね。そうです。
考えられないでしょう。でも今本当は何食べたかったんですか、その時。もうないから、あれしかないんですよ、本当に。あ、じゃあ、あれ食べたいな、これ食べたいなっていうことも考えられる。いや、それも考えられないですよ。何もないから。考えもしないって感じ。いや、もう、避難に例えば何か食べ物持っていくという、その食べ物がないわけなんですよ。持っていく食べ物がない。で、それは、前もって準備できて、保存も簡単ですしね、ええ、いつまでも食べられるから貼っていこう。それで、もうこれは非常に化粧品だった。それはもうその作物自体はもう自前で作るんですか。自分たちで作ってやったんですよ、うん。私たちより一つ上の先輩方はご兄弟に取られてですね、で残ったのは私たちから下の方ですから、でその役目をですね与えられたんですよ、先輩方の役目で。私は監視所というところに当てられました。ああ、先輩がじゃあ取られたから、もともとその先輩がやってた役目を代わりにどんどん、はい、代わりにですね、与えられてきたんですね。で監視所とか郵便局とか、それから農兵隊というのがありまして、そういうふうな割り当てされてですね、で私は監視所というところにいたんです。監視所って監視する、監視するところ、監視所、監視所、はい、敵が来る場合に、ね、報告するところなんですよね。これってどこにあるんですか。もう見晴らしのいいところにあるんですか。見晴らしのいいところ、高いところに監視所、はい、山の上とかに。いや、山じゃない、集落の中のちょっと上がったところ、集落内の監視所、はい、うん。でまたこれも教育があってですね、その、どういう教育かと言いますと、その監視所のところに模型の飛行機がたくさんあるんですよ。あ、模型の飛行機ですね。でこれは名前をちゃんとこう書いてぶら下げられているんですよ、はい。でこれの音、これの音って言ってですね、それが勉強なんですよ。音、その飛行機の音、それぞれ違うんですよ。米軍機の飛行機の音が違う。模型をどのぐらいの、はい、減衰台、模型は、いや小さいですよ、60センチぐらいの、羽の長さが60センチぐらいで、はい。でそれがその機種がいくつもあるわけですね、はい。天井にぶら下げられて、でそれを教えるんですよ、そこにいる所長の方がですね、はい。これは何名前、何名前と言ってて、その音まで教えるんですけども、はい。まあ大体沖縄に来てるのはグラマンという飛行機ですね、はい。グラマン、それから B29、これだけの音は大体覚えていたんですよ。どんな音するんですか、グラマンは。どんな音ってどんな音って、これは B29 とグラマンはどっちが、例えば高い音がするとか。B29 は金属音ですね、うんうん。まあ私が聞いたあれでは金属的な。グラマンはですね、なんか想像しいような音なんです。私たちの年齢ですとですね、当時はその兵隊に憧れてですね、そういう教育ですから、海軍志願とか航空志願とかですね、その志願に憧れていましたね。で高等学校に受験するよりも、はい、その志願の方に憧れていましたね。これはもう結構もう同級生みんなそんな感じ。いや、みんながみんなじゃないですけども、船代さんは少なくともこの、私はその方に憧れていました。うん、どういったところに憧れを感じてたんですか。やっぱりまあかっこいいしっていう。いや、もうまずは基本的に教育が軍国教育ですから、うん、もうそういうふうに教育されているもんですから、
軍人は素晴らしいんだと、うん、そういうふうに植え付けられているんですよ。で死ぬというのは怖くない、うん、国のためだとそういうふうに思わされているからね、ずっと。ですからその、あの階級の上官たちのこの服装を見ますとですね、はい、やっぱり憧れよったですね。あ、うん、いつかあの服着てみたいなっていう気持ちが。そうです。でもあれですよね、今時あの時のそんなに考えていたということは考えられないですよね。自分で兵隊に希望してもうあの死ぬ覚悟で行くというのは今時は考えられないですよね。でも当時はそういう教育でだったですから、うん、憧れよったんですよ。やっぱり教育の力って絶大ですか。大変ですよ、教育の力というのは。ですから教育というのは間違っていけないと思いますね。あとあの、まあ、自衛隊があの外国に行ってできるように法律整備したりとかっていう動きっていうのは、うん、なんかまあ私たちに言わせれば怖いですね。なんか、うん、戦争が始まりそうで。戦争を体験したのは僕らからすれば戦争っていうことがあまりにも遠すぎて、はい、戦争って本当に始まるものなのかなっていうのもどっかで感じたりしてるんですけど、いや経験したらもう戦争始まるものだっていう。私たちはそんなふうに感じるんですよ。戦争はいきなりそうやるんじゃなくして徐々に徐々にこう迫ってくるもんですから、あのだからその自衛隊とかそういう方々がですねこう強化されて守っていくと、例えば戦争があった場合に、はい、他国でもですよ、はい、その不意打ちを食うのが基地なんですね。あ、ですからその辺が、まあ、どうしても基地というのは危ないですよ。まあ完全に攻撃対象ですね、はい、もう基地は本当に危ない。あのどうしてもね基地がもう攻撃されるんですよ。沖縄戦の時もやっぱり基地とか陣地が攻撃されてたっていう。ありましたよ、伊江島とかですね、あの読谷工場とか、はい、